この英明堂 JST 合同の領域であるというところが、この今回のプロジェクトの大きな特徴でございます。細かく見ますと、英明堂クレスト、それから英明堂のプライム、そして、JST のクレスト、JST の先駆けと、この4領域から構成されています。で、これを文部科学省の戦略研究開発目標に従いまして、全体を統合して運用するということが今回の発足にあたっての条件でございます。2021年度にスタートして28年度まで続きます。で、全体の目標としましては、生体感覚システム、また脳および末梢神経含めたネットワークを包括したマルチセンシングシステム、これを対象にするということです。もちろんサイエンスですから、動作機構の解明、また英明堂も関与してますので、病態の解明、活動状態を可視化、定量化する技術開発、移行連携的なニュアンスもございます。で、できれば副作用の少ない治療法、予防法の開発に結びつける、あるいは個別化医療にも貢献するということで、イノベーションのシーズの創出ということを目標に掲げております。で、背景でございますけれども、もちろん高齢社会になって、非常に感覚障害、あるいは感覚器障害の方々が増えています。視覚障害だけでも164万人ということです。聴覚になると550万人、それから最近は慢性疼痛というような触覚や痛覚の異常の方、あるいは嗅覚、味覚、感覚過敏、こういういろいろな方々が増えております。で、また、イノベーションとしても最近は人工感覚器、特に人工内耳の手術件数は年間1000件を超えているということで、画期的な器具も開発されているところであります。また、ちょっと重複になりますが、いろいろなその生活の質からの問題ですね、ダリーという指標がありますけども、いろいろな生活に障害を与える疾患、症状、そういう意味ではこの腰痛であるとか難聴、視覚障害、男性も女性もこの感覚器に関する問題が増えているということでございます。で、もちろんこれは単に病気をどう克服するというだけではなくて、我々の生理機能、あるいは認知機能、認識の仕方、あるいは内臓との関係ですね、臓器との関係、そういう意味でセンシングというものは単なる感覚ではなくて、ネットワークの中で理解しないといけない一つの生理機能であるということであります。で、特にこれまで末梢神経の領域については研究もあまり進んでいなかったということもありまして、末梢神経と脳、さらに生体のさまざまな臓器との連携、こういうものを感覚器の面から捉えていくということで、マルチセンシングというのは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、痛覚だけではないわけで、内臓感覚、さらに広く生体のストレスということも含むということでございます。生体のストレス応答ですね。そういう少し幅広い視点から捉えていく必要があるわけです。で、これも繰り返しになりますが、そういう意味ではその感覚器だけではなくて、臓器感覚、ストレス応答、それが神経を、あるいは脳に直接刺激を与えて、脳の機能にも影響を与えますし、さらに全身の臓器、ひいては生体の恒常性機能にもこのシステムというのは影響を及ぼすわけで、それを従来にない新しい切り口でサイエンスを展開していただきたいと
ということが我々の目的であります。でそのためにはあまり狭い領域にだけにとどまるのではなくて、もちろん専門領域は持っていないといけないわけですが、専門領域を持ちつつ他の研究者とも連携して新しい発想、想定外の成果を出していただくことが望ましいと考えられます。まあ、研究の体制自体もマルチセンシングであるということであります。で、JST と AMED が連携して似たような事業をしているということを言われますが、しかし目指すところはそれぞれ違うわけです。で、特に JST の場合には人のモデル生物に必ずしも限定しないということ、特に研究目標として基礎原理の解明、あるいは基盤応用技術の開発をしていただきたいということであります。AMED はもちろん人または人のモデル生物中心ですが、まあ、かといって昆虫があってはいけないということではありません。目指すところは健康医療への出口を見据えた基礎研究応用研究ということでありまして、まあ、対象がちょっと違うというところと、より基礎的な原理の解明と基礎研究をしつつ病態の解析であるとか、可能であれば出口戦略をしっかり抑えていってほしい、何か医薬品のヒント、あるいはデバイスの開発、こういうものをしていただきたいのが AMED の全体の戦略であります。しかしどちらであっても医学生物学数理解析、情報科学、ロボティクス、工学技術、あるいは心理学、芸術、まあ、こういうところまで全て含めた融合的なアプローチが全体のチームとして求められております。で、これを達成するために私が PS を務めさせていただいておりますけれども、 AMED のプライムクレストについては西田先生と竹内先生が共同で PO を務めていらっしゃいます。で、GST はクレストと先駆けに分かれますが、PO をそれぞれ入木先生と神崎先生がお務めになっていらっしゃいます。で、研究開発テーマはここに書かれている通りでございます。で、これまでの採択課題を簡単にご紹介させていただきます。AMED クレストについて、この番号がありますが、1番から6番までの方が2021年度の採択課題です。7番から10番が2022年度採択でありまして、まあ、大きく脳、中枢の、あるいは統合というキーワードで、これらの方々が、まあ、位置づけられるかなということです。また、デバイス開発について、あるいは末梢神経、自律神経については、まあ、それほどまだ展開していない感じがいたします。から管轄器、受容器、まあ、これが本丸でありますけれども、今のところ4人の方々がこういうところに位置していらっしゃいます。ですからまだまだ隙間がありますし、ぜひ今年度も良い課題を、意欲的な良い課題を採択したいと思います。プライムは採択課題数が多くて、これ毎年10台と採択しております。2021年度が1番から10番、22年度が11番から20番です。これも大体似たような分類で整理してあります。それから JST について多少分類の仕方が変わりますけれども、4象限に分けますと、感覚の受容処理、動作機構の解明、あるいは計測制御等の基盤応用技術開発、活用を拡張する技術開発、統合多機関との連関の解明、これが GST クレストの採択課題であります。で、先駆けは数が多いですけども、まあ、大体こんな方々が採択されていらっしゃいますので、これらのタイトル、あるいは申請内容を公表されているものがありますので、それをご覧になって、重複しないところで、自分なりの独自性の発揮できるテーマで応募いただければと思います。
で、全体の目標ですけれども、これも繰り返しになりますけれども、感覚受容器だけではなくて、末梢神経のネットワーク、そしてそれが融合した中で、脳と受容器、さらに内臓臓器、これを統合するのがマルチセンシングネットワークで、キーワードとしてはできれば末梢神経の研究をそこに加えていただきたいと。なくてももちろん構いませんけれども、できるだけ尖った研究である必要がございます。それからもう一つの要請としましては、異分野融合、移行融合と、移行連携も強く求められています。その上で、未来像としては、生活の質の向上、健康長寿の実現、あるいは、いろいろな基盤技術、感覚代行、感覚視野原理の解明、そういうところで新しいライフサイエンスの切り口を展開いただきたいと思います。特に移行連携のことがよく言われてるんですが、まだまだ課題としては十分でないように思っております。単なる感覚ではなくて、光学や筋骨格系を結びつけると BMI などという技術もできますし、また感覚、光学、認知心理、こういうところの連携も非常に面白いんではないかと思います。で、具体的な研究課題、もう一度申し上げますと、動作メカニズムの解明、脳機能、全身機能との関係の解明、そして制御に向けた基盤技術の開発と、この辺で整理できるんではないかと思います。それぞれの課題も大体、この3つの領域、目標に向かって展開しているように思います。で、JST と AMED の違いということもよく聞かれます。先ほども申し上げましたけれども、JST では基礎原理の解明、基盤応用技術の開発、これを基盤としてセンシング機能の拡張、新たな生態調整機能の獲得を目指すということで、生理学、生命科学の大きな目標というのは、一つはホメオスタシスの理解ということになりますし、病気はホメオスタシスの破綻であると。その基盤となる原理、あるいは制御法を見つけるということが全体のテーマで、GST は特にそうした基礎原理の研究を求めているということです。で、AMED の方は、健康医療への出口を見据えた基礎研究、病態の研究ということになりますけれども、必ずしも何がその病態の制御に向かうかというのは分かりませんので、基礎研究も大きく期待されております。それから4プログラムの研究者がネットワーク型研究所を作ると。ややもしますと、日本の研究体制、少し狭い、多国籍になりますので、この研究プログラム自体が一つの実験であると考えていただいてよろしいかと思います。どこにいても連携して、友達になって生涯の研究の仲間を作ると、あるいは生涯の友達を作るということが、このプロジェクトでも求められています。で、一つ追加して申し上げますと、しばしば AMED 研究は出口研究で、出口にうるさいと言われることがございます。で、それはですね、AMED には6つの柱がありまして、もちろん医薬品開発とか医療機器、ヘルスケアと、こういうところはかなり出口を求められるんですが、AMED の中にも、実は2つ基礎研究の領域があります。疾患基礎研究、シーズ開発研究基盤と。これで、我々の今回のマルチセンシングはシーズ開発研究基盤というところに位置づけられておりまして、もちろん全体としては出口ということが重要なんですけれども、あるいは実用化研究ということは全体として求めてますけれども、これはあくまでもグループとして誰かが基礎研究、実用化研究をしてほしいということで、ポートフォリオとしては基礎研究から応用研究をカバーするということであります。したがって、実用化研究を目指す方が GST に応募されたり、あるいは基礎研究、昆虫の研究をされる方が、こういう将来のことを考えて、その AMED で応募されるのもよろしいんではないかというふうに思います。
提言に際しての留意点ですけども、まあ、生理学のその全体的なシステムを解明しないといけないんですが、まあ、サイエンスですからやはり要素に還元しつつシステムの解明を目指していただきたいということ、これはしっかりと押さえておいていただきたいと思います。それから今お話したように異分野連携共同研究から若手の人材育成ですね、もちろんトップに立ってらっしゃる方々の研究をさらに発展させるというのは大事ですが、次世代の研究者を育成していただきたいと思います。から国内の機関との連携ですね。それからいろいろな横断的な方々との連携、そしてですね、一つだけ新しい試みとしてエーメドクレストプライムではですね、横向き1枚のグラフィカルアブストラクト、研究のイメージをできたら出していただきたいということです。これは JST の方ではもうすでに、グラフィカルアブストラクトの記載というのは要件になっておりますけども、AMED はこれまでなっておりませんでした。まだ必須という位置づけではありませんけれども、できればそれを出していただいた方が何を目指しているか分かりやすくなります。ただこれがないからといって不利になるということはないようにいたします。で、まあ、今回の変更にあたってAMEDクレストの日比野先生、大阪大学の先生に一つ模範を作っていただきました。審査する側としてはどんなイメージ、何を知りたいかですね。まず一つは背景ですし、それからその研究の方法、どういう方法でアプローチするか、またその研究者の強み、方法の強みでもよろしいと思いますが、それをまあこの程度の内容で書いていただきたい。そして将来の目標、さらにロングタームゴールというんでしょうか、未来の成果ですね、どういうところを長期的に目指しているか、短期的な目標と長期的な目標、そして強みですね、それから方法の具体性、またその研究に至った背景、まあ、こういうものが絵がついてますと審査員の方もより深くその申請書を理解できるのではないかということで、できればこうした書類を出していただければと思います。で、今回 の、 その課題、採択課題数ですが、 JST のクレストが4件程度、先駆け10件、 AMED クレストは2から4件、またプライムは8から12件ということで、予定しております。まあ、尖った内容ということは常に求められると思います。研究開発費はこの、スライドの通りでございます。で、最後でありますけれども、もう繰り返しですが、視覚聴覚とかこういう感覚器だけでは限らないと。でももちろんこれがメインであることは変わりありません。生体システムの入力信号、自律神経、規制因子の統合、いわゆる五感の感覚器に限定はしない。でもこれは重視いたします。感覚器は重視します。で、生体ストレス応答という視点から展開していただく。要素にも還元しつつシステムを解明するということ、多分野融合、そしてAMEDクレストプライム、人の方を向いていただきたい。工学との連携が必要であるという、必要というか、まあ、できればあった方が良いと。デバイス開発なども重要なテーマになっています。JST クレスト先駆けでは、計測制御技術とか新たな感覚拡張技術、これまでちょっと提案が限られていたというところで、期待しているということでございます。以上でございます。